北朝鮮が ICBM 級の弾道ミサイルを発射しました。それに対してまず先ほど NSC 4大臣会合を開催しました。今回のこの発射は、国際社会全体に対する、挑発をエスカレートさせる暴挙であり、当然のことながら厳しく抗議を行ったところであります。そして国民の安心安全、これが何よりも重要です。